はい、AI で実現するかとは違うスピオド2は映像配信サービスの作り方というタイトルで本日お話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、はい。早速、自己紹介させていただきます。私、NTT コミュニケーションズ株式会社の竹村直哉と申します。IoT エンジニア、ソリューションアーキテクトとして、顧客向けのソリューション構築、新規ビジネス支援、パートナーコミュニティの運営などをこれまで経験してまいりました。 2022年から SkyWeb チームに参加し、現在プロダクトマネージャーとして機能拡充や IoT 仕様の開拓というところを推進しているところでございます。本日はよろしくお願いします。はい、続いて、えーと、わさびテクノロジージャパンウド株式会社の小沢様からもご紹介いただけますと幸いです。はい、えー、わさびの小沢と申します。 本日は皆様にご参加いただきまして、大変ありがとうございます。私の経歴を少し紹介させていただきますと、1990年代よりですね、エンタープライズストレージ市場にて営業として活動しております。 ハードディスクが1本あたりたった 9GB しかなかった時代よりですね多くのストレージの悩みを解決して今に至ります。最近でしたのこのわさびのクラウドストレージを用いていかにオンプレとクラウドをうまく融合するかという提案に活動しておりますので少しでもお悩みがある方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。 はい、で今回ですね、われエンティティコミュニケーションを提供しているスカイウェイと、えー、あとわさびですね、こちらをご一緒にセミナーさせていただくことになったんですけれども、そこのちょっと背景のところをご説明させていただきます。はい、で現在、われわれ提供しているスカイウェイというサービスがございます。でこれはちょっとまた別、口述のスライドで,です、ね、詳細ご説明してまいりますが、まあ、基本的にはです、ね、ビデオ通話等を実現するためのプラットフォームサービスになっております。 でこちら、提供中の機能の中に、録音・録画機能というものもご提供していまして、通話データを保存いただくことが可能です。この格納先に、わさびストレージに対応しているという状況になっています。またですね、えー、わさびのサービスとしてもですね、AI 統合されたストレージ機能として、わさび Air というものを今後提供予定だというところですが、各種メディアで今あ、あの、広告されているというところです。はい。で、これらを合わせると、ビデオ通話、 を皆さんのほうで実現していただくところからですね、AI を使ってより高度なものを皆さん、ビジネス上で実施されるというところが CMS につながってくる、そんな未来が今後、近づいてきております。はい、で、この SkyWay と w a s a b をご利用いただくと、どんなことがあるかといいますと、えー、付加価値をです、ね、皆さんのほうで独自に設計することで、より多様なユーザーニーズに対応していただくことができるんじゃないかなというふうに思っております。 スカイウェイというものが、先ほどビデオ通話のおきくさめのサービスという話をしましたが、こういったお話をすると、皆さんの頭の中では、ズームとか、グーグルミートとか、そういったビデオ会議サービスというものが、そういったビデオ会議サービスというものが、ういったビデオ会ージいうたサービスと言いますサービスといいますと、グーグルドライブとかですね、こういった有名なものもあるので、こういったものに見指される方、多いと思います。ただですね、こういった汎用サービスを利用する場合の課題というものが、いくつかございます、は。い 主なものとしては、お客様の満足度を高めていくためには、汎用的サービスでは限界が生じるというところです。具体的にはですね、先ほど申し上げたおり、Zoom とか Google Meet のようなサービスですと、UI がもうすでに固まっていたりとか、機能もすでに決まったものが提供されていたりとかすると思います。そういったものを皆さんのサービスにアジャストさせて提供すると。 いうことを考えたときに、例えばこの画面いらないなとかこのボタンいらないなとか思うことがあるかもしれません。そういったときにやはり汎用的なサービスであると、まあそういった決まった仕様のものになっていますので、まあ、限界が生じてしまうということでございます。はい、でお客様の利用継続にはサービス量から用語の付加価値を特定化することがこう重要になってきますので、まあ、こういったですね多様なお客様のビジネスニーズに応えられるように。 えまたですね、データから価値を生むデータのマネタイズというそのわさびエアの指導も踏まえてですね、本日ご紹介させていただければなというふうに思います。ですね、このスカイウェイとわさびをご利用いただくことによって、スカイウェイ側でシンプルな通話や映像体験を実現していただき、わさびをご活用いただいて、通話データから付加価値を創造していただけるんじゃないかと、これによってお客様の満足度向上という、お客様の客様サービス。 皆様のサービスを利用継続していただくというところにつながってくるんじゃないかなというふうに考えています。はい。はい、それではですね、本日ですね、この後、スカイウェイを紹介を簡単にさせていただいて、その後、わさびわさび屋のご紹介も簡単にさせていただければなと思います。でその後ですね、この2つを組み合わせて、こういったことができるんじゃないかというところをですね、ユースケースディスカッションという形で、小沢さんと少しお話をさせていただければなというふうに思っています。 はい、それではまずスカイウェイとはというところでスカイウェイのご紹介に入らせていただきますスカイウェイについてですスカイウェイはですねつながるをもっと簡単にというキーワードをもとにサービスをご提供しておりますスカイウェイはビデオ音声データ通信機能をアプリケーションに簡単に実装できる SDK になっています数十行のプログラムを書くだけでオンライン会話やバーチャルオフィスとさまざまな利用心での通話部分でご利用いただいております で次のスライドではさまざまな会話の活用事例という形で、代表的なものをいくつかここにピックアップさせていただきました、えー。左上からご説明させていただきますと、オンライン教育、オンライン医療、服薬指導、オンライン接客サービス、コンタクトセンター、メタバース上でのコミュニケーション、えー、IoT ロボットという形になっています。はい、上の3つに関しては、主にはワンオンワンで、えー、例えば講師の方と生徒であるとか、 お医者さんと患者さんであるとかがコミュニケーションというものになっているかなと思います。こういったユースケースでは多くのお客様にご利用いただいていて、我々のです、ね、非常に特徴的なお客様の層になっていたりします、はいで。またですね、メタバース上でのコミュニケーションという形で、先ほどの1対1の通話形態にこだわらず、m a の人がそのメタバース空間上でコミュニケーションするというところにも使えをご活用いただいているというところでございます。 またさらに、その通話主体が人に関わらず、モノであるとか、IoT デバイスであるとか、そういったものでもご活用いただいているというのが、我々のスカイウェイになっています。モノと人やモノとモノとのコミュニケーションのところでも、今後活用がさらに増えていくんじゃないかなというところをが今我々のスカイウェイがそれを支えていけたらいいなというふうに考えています。はい、続きまして、スカイウェイの活用効果です。ここでは冒頭申し上げた汎用ツールとお話しします。 させていただきましししたたがカツーーの違いといいとととうころにちょっとフォーカスしてご説明まますまず1個目の効果としては、利用者に合わせた機能や画面デザインが可能になるというところです。先ほどご説明したとおりで、スカイウェイではビデオツアーの部分も簡単に実現できるような、まあ、そんなサービスとなっておりますので、皆さんが実現したい形で画面構成であるとか、また機能の実装というものが可能になっております。 またですね、r u 会議ツールのは急な仕様変更がないので、皆さんの方で実現したいサービス仕様に合わせて、我々のサービスをご活用いただくことで実現していただくということが可能になっています。また効果、2つ目の効果として、サービスの利用者のシームレスな体験というところになります。後ほど 具体的な例を一つ取り上げてご紹介させていただきますが、皆様のサービスをですね、一つのタッチポイントであるとか、インターフェースであるとか、そういったものに閉じてお提供できるので、利用者の方の動線がシームレスになり、この体験、満足度向上につながっていくというところでございます。で効果の3つ目とした柔軟な通話形態を実現するという形です。我々の Skyway ご利用いただくことによって、サービスの特性に合わせて、1対1の通話であるとか、 ライブ配信であるとか複数人の通話形態を組み合わせて活用していただくことが可能になっておりますまさに先ほどご説明したようなユースケースの実現にが可能になりますまたですね、参加者の権限も柔軟に制御することができますので視聴のみの方であるとかまた、えー、この通話に参加できる方をコントロールするであるとか、まあ、そういったことも可能になりますので、まあ、そういったようなサービスの使用というのも実現できるというのも我々の使用の特徴になっております はい、続きまして既存の SDK と新 SDK という形です。でこういった Sky をご利用いただくにあたって、多くのプラットフォームでご利用いただけるようになっております。えー、順にです、ね、Web、Android、iOS、Linux に加えて、ね、NTSDK というのも現在開発しておりますので、まあ、いろんなところで,です、ね、今後さらに使ってい,けるようにしていきたいなというふうに考えております。 エナクセスに関しては昨日、先ほど提供を開始したところでもあるので、ぜひですねご興味ある方はチェックいただければなというふうに思います。はい、続きまして、サービスの両者に合わせた画面デザインという形です。でこちら、クリニックスさんの例をご紹介させていただいております。はい、でこのような形で,です、ね、まさに患者さんは心配している中で、お医者さんの診断を保険になると思うんですけれども、まあ、こういった形で,です、ね、情報がクリアに真ん中に表示されていて、あと、他はシンプルに 表示しているというところで非常にシンプルな UI でお客さんの心情等に寄り添ったです、ね、適正な表示になっているのではないかなというふうに思います。こういったシンプルな UI の中にも必要な情報というのはです、ね、このような形でシンプルに表示することももちろんできますので本当にお見せしたい形に応じてです、ね、UI の設計というものが可能になっております。はい で次、サービス利用者のシームス体験ということで、こちらは p リ i n x さんの例です。こういった形で全てアプリから導入して、全てアプリで完結するっていうのがすごく分かりやすいかなというふうに思っています。でこれを実現するためには、やはりアプリ内で通話というものも完結する必要があるので、そこで我々の Skype ご利用いただいているというような形になっています。オンラインの診療もアプリ内で完結するので、お客様はスマートフォンを片手にです、ね、全て完結するというようなものになっています。はい またですね、柔軟な通話形態を実現するということで、弊社が提供しているニュー,ワークというサービスをここでご紹介させていただきます。バーチャルオフィス上での一体通話や複数人通話、視聴など、さまざまな通話形態を1サービス上で実現可能になっております。このサービスで特徴的なのは、このルームバブルというものになっていまして、まさにこの職場とかで一つのテーブルを囲んで、みんなで打ち合わせをするや、議論をするなど、そういったものがですね、オンライン上でまさに 実現できていいいるかなという,ふうに思いますここでは例えば3名の方が入っていて、ちょっと話に入りたいので、このルームボブーーに入るみたいな形ですね。まさに現地にいるかのような実現が、現地にいるかのようなです、ね、サービスがですね、我々スカイを活用することによって実現できております。はい、でさらに、通話内容の録音・録画に対応というところで、通話データは録音・録画可能になっております。で格納先としても、 本日、この後ご紹介いただくわさびストレージにも対応しております。なのでですね、この Skyway を使って、通話していただいたデータというものを格納するということもですね、我々対応しておりますので、その先でですね、どんなことが今後できていくのかというところはですね、この後のご説明をお楽しみにいただければなというふうに思います。はい。それでは Skyway のご紹介としては以上となります。続きまして、はい、こちら、わさび、わさび屋のご紹介をざまさまから頂戴できればなと思います。 はい、改めまして、わさびの小澤です。私のほうからです、ね、このたび発表が予定されております、わさびエアについて紹介の方をさせていただこうと思います。本題に入る前に、わさびのです、ね、会社がどのようなサービスを世の中に提供しているか、まだ分からない方も多く参加されてらっしゃるかと思いますので、わさびについてまずは紹介させていただきます。わさびはストレージを専業とするクラウドベンダーです。 我々はクラウドサービスを持っていますが、ストレージサービスしか持っておりません。そのストレージのインターフェースに、業界標準である S3 API、これを完全互換としておりますので、世の中の様々なアプリケーションがすぐに接続してご利用いただくことができます。このアプリケーションはオンプレ環境、 クラウド環境 IoT 環境などなどですね、場所や容態を問わずご利用いただけますので、もしわさびをご利用中で空いた領域があるのであれば、そういったところもぜひ無駄なくご利用いただくことにたけたストレスとなっておりますのの特徴の1つ目これが性能です。 このオレンジ色の他社、当然、クラウド業界では有名な某社のことを指しておりますが、彼らが持っているストレージと比べましても、ご覧のとおりですね、非常に高速なリードライトを提供するストレージプラットフォームとなっております。お客様によっては、オンプレとほぼ性能が変わらないということで、大変高い評価を受けることも非常に多い、わさびの頑張っているものは、一つが性能だということになります。そして二つ目。 メガクラウドあるいはハイパースケーラーと呼ばれる各社においては、たくさんのストレージサービスを持たれていると思います。ギガバイト単価は少し高めですが、比較的高速なレベルのものから、アーカイブや長期データの保管に適したようなギガ単価は安めで、一方で性能がそんなに出ないといったようなサービスなどなど、さまざまなバラエティーに富んだサービスを提供なさっているそうです。わさびはどうでしょうか わさびは先ほど紹介した高速なレイヤーしか持っておりませんゆえにアクセス頻度が高かろうとアクセス頻度のないデータであろうともいつの時点でもすぐに高速な状態でデータを取り出すことができるというホットクラウドストレージのサービスとなっております皆様はこの用途において契約内容を悩む必要というものは一切ございませんそしてそこにかかる費用です わさびはお客様に対して容量と、あと契約いただく年数、この2つに対してしか課金形態を持っておりません。そもそもギガバイト単価が他社よりも安めに設定されていながらですね、かつダウンロード料金とか API アクセスに対する課金、こういった追加料金が一切ございません。故に全く同じ条件で、有名なクラウド各社とを利用した場合の 費用比較をしてみますと、なんと代表的なクラウドベンダーのおおむね80%も安くご利用いただける期待値のあるストレージとなっております。これがファイナンスメリットの1つ目です。そしてもう1つ目、一般的なクラウドサービスといいますと、大体アメリカドルベースでの月額課金であることがほとんどではなかろうかと思います。例えば 100TB5 年間を利用しようとした場合に、 結局のところ、いくらかかるかよくわからないという事態にも苛まれます。一方で、わさびは最長で5年間の一括契約などにも対応していますので、この5年間で100テラバイトを使う場合のインフラコストが予測可能、メール会計が可能なサービスともなっておりまますはははこのの社名とと裏腹にアアメメリリカカボストン生まれ系系外資系企業となります。 で、ご覧の世界地図にも緑のピンでありますとおり、今日現在、グローバルで14拠点でサービスを展開しております。そして日本国内においては、東京と大阪、この2つのリージョンでサービスを展開しております。我々のシステムが稼働しているのは、NTT コミュニケーション様が提供している非常に堅牢なデータセンターで運用されておりますので、電力事業だったり、 大災害、地震に代表されるような震災からにもですね国内でもトップクラスで堅牢なデータセンターで運用されておりますので皆様のデータを安心、安全確実にお守りしているというサービスとなります。そしてこの複数のリージョンを生かしたレプリケーションですねえ例えばの大災害でデータを確実に守りたいがゆえに実施される DR 対策だったりとかですねあるいはのランサムウェア対策のためにこのバケットロックと。 いう機能を利用して確実にデータを守るというところにも長けておりますつい先ほど申し上げた通りわさびがお客様に請求するのは契約いただく容量のみです例えば1 0 0イトの契約をいただきましたらこのご利用いただいているデータ量が1 0 0イトに及ぶまで追加費用は一切発生しませんわさびのオブジェクトストレージはマルチにご利用いただけるサービスとなっております 今日現在、主にバックアップリカバリー、特に二次バックアップの対比先としてご利用いただくケースが非常に多いです。このわさびを利用することによって、災害対策、兼ランサムウェア対策などですね、非常に低価格で、一石二鳥三鳥、あるいはそれ以上のですねメリットを提供できるサービスとなっております。そして今後始まってくるのがですね、ファイルサーバーのアーカイブ、使っていないデータを自動的にクラウドに追いやる機能。 こういったものもストレージメーカー各社から提供されております。非常に注目レベルの高いサービスとなっております。そして、この自慢のわさびストレージですね。このストレージを利用したいくつかの派生サービスがあります。例えば、皆様の Windows サーバーのとあるフォルダを無限の容量に改造するクラウドナスと呼ばれるサービスだったり、あるいは監視カメラ。 の環境に特化したサーベランスクラウドというサービスそして本日ご紹介の映像処理 AI サービスが付与されたワサビエアという合計で4つのサービスを現在提供しておりますでは早速本題ですこちらワサビエアというサービスについて紹介させていただきます 今日から数えて10年や20年前に比べて映像データというものはもう何倍何十倍ものストレージ容量を消費しているのではなかろうかと思います要素は2つありますまずカメラの台数これが以前に比べて圧倒的に増えておりますまあの街を見渡せばあちこちに監視カメラがあったりあるいは皆様のポケットの中にもスマートフォンに代表されるようなカメラというものがおそらくあるのではなかろうかと思います そして YouTuber にも代表されるとおりその個人の,その素人のレベルの方でも気軽に簡単にプロフェッショナル映像をすぐに生み出して公開することができるまさに映像データというものは10年20年前に比べて洪水のようにたくさんのデータがあるのではなかろうかと思います一方そのたまりにたまったデータ皆さんどのように検索されていらっしゃいますかとある大手の映像ホルダーのお客様と話す機会があったんですが 今後、一生アクセスされないデータってどれぐらいあると思いますかという質問をしてみたところ、80%以上はきっと触れられることなく保存されたままになるだろうねということをおっしゃられていました。どうしてですかと聞いてみたところ、やはり見つからないそうです。一つ、皆さん、質問しますので、想像してみてください。例えば皆さん、1000本もの LTO テープの中に膨大なの映像アーカイブをお持ちだと仮定します。 そのビデオデータの中から、この3つのキーワードですね、私の顔が、小沢の顔が映っていて、サッカー,のおーに関連するシーンで、かつわさびのロゴが映っているシーン、この特定の数分間を1000本の LTO データの中から、えー、どのように探しますでしょうか、おそらく不可能ではないでしょうか、わさびエアー、そういった欲求を可能にする AI テクノロジーです。 例えば、この右側に、これ静止画になっておりますが、サッカーのビデオ画面、ビデオデータ、1時間のビデオクリップだと思ってください。これをわさびエアの中に保存しておきますと、このビデオの中で毎秒何が起こっているのか、いわゆる情報メタというものを AI が自動的に探してきて、これをタグ付けしてくれます。故に後日検索が簡単にできるような仕組みを導入する。これがわさびエアとなります。 そしてこのわさびエアというサービスは API、まあ、すなわち JSON 経由で,です、ね、操作、あるいは利用が可能となっておりますので、既存でご利用中のマムだったり、編集システムなどからです、ね、直接アタッチして使うこともできるというような柔軟性を持っております。わさびエアは映像データのみでなく、例えば音声データや静止画の画像データ。 テキストやドキュメント系、こういった人間の目に映って解釈可能なデータ、これをすべて検索可能な状態にすることができます。具体的に得意なところをいくつかピックアップさせていただきますと、例えば顔認証や人物認証ですね、この人の顔がどこに映っているのかだったりとか、あるいは物体検知、例えばゴルフボールや魚、ビール瓶などなどですね、この物体は何なのか。 それがいつ写っているのかというところも検知して検索可能になりますそして映像データといえば例えば多くの映像データは人間が喋っていることというものがあると思います w a s エア i は日本語を含む50言語以上に対応しておりますそしてその多言語で記録されたデータを即座に英語変換する自動的に翻訳してくれるといったようなところが主なフィーチャーとなります 実際のわさびエアでデモについて紹介させていただきます。例えばこちらあの、わさびエアの実際の画面となるわけですが、この人を探すというところで、私の名前を入れてみましょう。すると、私の顔がノミネートされました。そして、ここの喋っているスピーチとテキストというタブからですね、例えばファイル、サーバーと喋っているところを検索してみましょう。 すると、私のストレージの中に膨大に入っているビデオデータの中から、このビデオがピックアップされました。そして、これを再生ボタンを押してみますと、私のです、ね、安小沢の顔が映っているところが、この緑色のところになると、これは自動的に検知してくれるところですね。私のこのエデュケーション YouTube なので、私が喋っていることがほとんどです。 それに追加して、こちらのスピーチトゥーテキストというところを調べてみますと、私が喋っているものですね。こちらを自動的に探してくれるという利用方法となります。おデモになりますが、例えば、人検知のところで、私の同僚のですね、中村さんを探してみましょう。中村さんが、例えばランサムウェアと喋っているところを調べてみましょう。 そうすると今度はですね、中村が出演しております YouTube の画面が出てきまして、そしてランサムウェアについて発言しているところが、このようにですねスピーチとテキストでピックアップしてくれるというような形となります。で、実際、皆様、あるいは皆様のお客様がお持ちの膨大なデータ、特に過去の映像資産ですね、があると思います。ですが、大半は見つけられず、 いいわゆるる状態になっていることととがほとんどではなかかろうかと思いますこので膨大なデータ資産に対してわさびエアをご利用いただくことによって皆様がお持ちの全てのデータが価値のあるアセットすぐに欲しいものが見つけられる状態になるというところがわさびエアの特性特徴となります。 YouTube や娯楽だけではなくです、ね、わさびエアはご覧のとおり、さまざまなカテゴリーに対して適用することが可能となっています。例えば最近のです、ね、エデュケーション関係といいますと、リモートでの授業を受けたりとか、あるいはビデオオンデマンドなんかで、えー、どこぞの大学のペケペケ教授があ授業を行っているシーンが、いつでもどこでも気軽に見れるような状態となっていたり、あるいは政府関係ですね、例えば国会中継。 1>, 1日に4時間とか実施されるものがま毎日続くわけですが、過去の例えば十何年前のなんとか首相がこれについて話しているところを探しましょうと。こういったことも非常に簡単になりますよね。あるいは今回のスカイウェイで少し触れられていましたヘルスケアに関しても同等かと思います。例えば手術のシーンと言いますと、名医が行った手術のシーンをビデオに記録しておいて、 その過去のデータをいつでも探せるような状態にしたりとかですね、さまざまな知識、あるいは映像情報をすぐに検索ことができる、これがわさび屋の特徴となっております。非常に簡単ではございますが、以上がわさびに関してのプレゼンテーションとなります。ありがとうございました、はい そうですね比較的非常に安いストレージで多くのデを貯めてよりリッチなことができそうな、なんかそんな、ああいうことができそうなというふうに感じました。具体的にじゃあどういうことができるのかっていうところがすごく関心事になるかなと思いますので、そのあたりを少しディスカッションでこの後お話しできたらなというふうに思います。はい。あとはそうですね、えっと、 はいまあ、今回ご覧いただいた皆さんにもですね、キュートを書く、書いてごらあのお書きいただくフォーム等ありますので、もしご質問であったりとかあればです、ね、そこからですね、コメントいただければなというふうに思います。ぜひ、ちょっと、はい、コメントをいただいたら、ははい、確認して、ご回答できるものはご回答させてあげたいなというふうに思っております。はい。じゃあ、それではちょっとディスカッションに入っていきます。小沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あととちょっと 1>, はい、で1個目のユースケースとしてちょっと話してみたいなと思っていたのがこのスポーツ等のイベント配信ですね。こ、まあ、この、えーまあ、ビジュアルでも示しているんですけれども先ほどのお使いのデモとかご覧拝見するとですね特定の人物の顔をベースに検索するとかもできていたようなそんなふうに見受,けて見受けられました。なのでですね特定の人物やオブジェクトに焦点を当てた編集とか学校をできていくんじゃないかなとそういうことが可能なのかなというふうにちょっと考えてみました。 例えばスポーツの特定の好きな選手だとか、コンサートの好きなアーティストの方だけをちょっと抽出して、えー、編集して、えー、ハイライトを作るとか、かそんなこともできるのかなというふうに考えております、はい、具体的にこうわさびエアを活用いただいた、またはこうトライしている中で、こういった使われ方、使い方っていうのはあったりするんでしょうか、はい、こちらのユースケース1においてはわさびが、わさびエアが非常に得意とするシーンかと思います。 特にアメリカの事例で代表的なもので申し上げますと、アメリカといえば野球やテニス、あるいはバスケットボールなどにおいてスター選手がいたり、あるいはそのスター選手の協力団体ですね、そのファンクラブに代表されるようなものですが、そのスター選手のビデオを作ったりとか、ダイジェストシーンを細切れにくっつけたものを世の中に提供したりとか、非常にそういった活動が多く実施されております。なので、そういった 過去の情報を、えー、ダイジェストのようにすぐに持ってきて作るといったように長けておりますので、えー、このスポーツ系、あるいは芸能系です、ね、においてのユースケースは非常にマッチした利用方法であろうと思っております。あ,ありがとうございます。そういったときって、具体的にどういう,でしょう、ね、処理を行って、その特定の人物を抽出したりとかするんでしょうか。例えば、えーまあ、あの今回のの公開放送なので 個人の実名はさておきですがとあるスター選手の過去10年にわたる成長の一石のようなビデオを作ろうとした場合にやはり過去の映像の抽出これに最も多くの時間が費やされるとおそらく制作時間の50%以上はそのデータを探すという行為であろうというように統計が取られているようですですがわさびエアであれば10年前だろうと8年前だろうとその人が映っている。 シーンというものを即座に引っ張ってきて使うことができると、そしてわさびエアは映像システム、えー、映像編集装置からです、ね、直接つないでご利用いただくこともできますので、その映像システムの中でシームレスに検索と制作ですね、の行為を統合することができると、時間短縮は圧倒的に見込まれる使い方ではなるほどですね、ありがとうございます。 そうですね。例えばそのでそういった大容量の多くの時間軸のデータを分析する中で何て言うんですかね。この図の例だと、例えばこう背中を見えてしまっている。こういったケースも検出できるのかとか。な何をこう？抽出して、その人物の映像をこう集約収集しているのかなというところが少し、はい。複数の要素が考えられると思います。例えば、顔が映っているシーンであれば、その顔をピックアップすればいいだけなんですが、この左手のえっと53番と。 という背番号を打ってるところですね、はい、まあこのケースであれば、えー、この背番号の53番であったりとか、まあ、グリーンユニフォーム緑、緑のユニフォームを探すだったりとか、はい、<laughs> そのような複合的な検索もできますので、えーはい、お求めのデータは何らかの方法で見つけ出すことは可能だと思います。続いて、先ほどスポーツの例、いくつかお伺いしましたが、 もう少しこう、こうエンタメといいますか、コンサート的なものをここでは表示してますが、そういった界隈での活用されている事例というか、使われ方みたいなのってあったりするでしょうか、はい、あこちらも当然ございます。えー、特にあの映画の、その過去の映画から、えー、特定の俳優さんを抽出するという目的だったりとか、あるいはあの、まあ、こちら、コンサートのような、ちょっと、あのー、コンサートではないかもしれませんが、あの過去のファッションショーですね。 えー、某有名な、えーその、何でしょう、服をデ,デザインしている方の、えー、ダイジェスト、映画を作るときなんかにも、このわさび屋は活用された事例がございます。過去20年のファッションの推移というような形での活用方法ですねあ。なるほど、ありがとうございます。先ほどの話も含めて言うと、結構10年とか20年とか、やっぱりそういう長期スパンのデータを分析するっていうのが、非常にこう、何ていうんですかね。 メリットが出るると言いいますかはいはい、な,るんです、ね、なるほどあとは、そうですね、今回今、スポーツとこのこのエンタメ系になっていますが、同じようにこう大きい,い、ごめんなさい、比較的こう長期間データを貯めていたりだとか、なんか特定の人物を抽出したいみたいな、そんなケースでいうと、どういった使われ方が他にあったりしますでしょうか、もしあればお伺いしたいです。 はい、えー、例えばですね、すねはい、例えばの話なので、ちょっとぼや,ぼやけた表現になりますが、はい、最近、ここ数年で有名になったとある将棋の選手がいらっしゃいますよね、ちょっと実名は出せませんが、はい、その方は最近有名になったので、10年前の映像データを探すのっていうのは、非常に困難ではないかなと思います。はい、そういった、その昔は無名でしたが、最近有名になった方の情報を探す。 こういったものっていうものはおそらく人間の力では不可能ではないかなと思います。そういう用途こそまさに AI 向きな用途ではないかと思います。うん、なるほどですね。ありがとうございます。うんありがとうん、ございます。まあこういったまあスポーツであるとかまあエンタメ系みたいなまあまあ結構比較的スターがいてその人の長期間のデータを追うとかまあなんかそういったケースとかでは非常に使われているんだなというところがわかりました。 ありがとうございまあこの業界に限らず多分似たようなことであれば転用できる可能性がもちろんあるかなと思いますのではいそうですねそうですねなんかいろいろここに使ってみたいんだけどみたいなのがあればまたそうですね検討できるのかもしれないですねありがとうございますじゃあ続きましてもう一個二つ目のレースケースに移っていきたいなと思いますはいで二つ目がオンラインレッスンとここでは書いていますね、はい ちょ私が SkyWay の,のご紹介の中でかんちょっと触れたところではあるんですけれども、まあ、我々 SkyWay としてもオンラインレッスン、オンライン会話、またワン,ワンの副、ね、薬指導とか遠隔診療とか、まあ、そういったところで結構使われているので、まあ、こういったシーンで何ができるかなっていうのは、ちょっともしかしたら興味のある方多いんじゃないかなと思って取り上げてみました。はい <laughs> はい こちらのエデュケーションのカテゴリーになると思いますが、エデュケーション分野でもワサビエアは非常に魅力的なソリューションになることは約束できます。例えば、膨大な映像データ、事業データなんかがあると思いますが、その例えばそうですね、受験勉強、まあ、受験日が目前に控えた方が、えー、そのなんとか教授が演説している情報を探すときに、その映像を探すだけでも膨大な時間を費やしてしまうと。 もう受験日が迫っているのに、即座にその情報が欲しいですよね。ワサビエアだったらそういうことができます。うん、7ヶ月前に、例えば斉藤教授が三橋と DNA について語っているシーンを即座に見つける。はい、こういったものはもう手動では不可能ではなかろうかと思います。うん、あ,ありがとうございます。そうですね。まあ、過去の、まあ、レクチャーとかレッスンの中でどういう話をしているかって一個一個記憶しているっていうのは、まあ、ほぼ人間だと不可能なことだと思うので、まさにこういった AI が活躍できる、そんなできる。 まあ、たかなとといいいうふううふに思まました <laughs> ありがとうございます、はいはい、そうですね。じゃあちょっと私がこんなのできるかなと思ったところ少し話し、ちょっとここで話してみたいなと思っております。一つ目が過去レッスンの復習という形ですね。ちょっともう先ほど話と近いかなというふうに思っておりますが、まあ、ここで思っていたのは、まあ、やはり過去でどういう話したか分かって、どこの回でその話をしたか分からないけど、こういう話を聞きたいみたいな、だからそんなのを想定していました。まさに先ほどの話かなと思いました。これはもちろん、はい 実現できそうなケースだと。そうですね。そうですかね。はい。ありがとうございます。そしてあの検索タグについては手動で入れることもできます。はい、なので、はい、ええー、このレッスンの先生の方が自分の動画に対して、えー、手動でタグを入れていくと、そうすると生徒側からそのタグを頼りにたどって、はいえー、特定の映像にたどり着くとかそういうこともできますので。はい。あの A.I. に完全に頼ることなく人間の エッセンスも多少追加して探しやすくする<ー>ということもできます。ありがとうございます、まあ、基本的には AI を使ってスピーチでテキストとかでこう自動的に何を話しているかって分かるのももちろんできますしこうより複雑なというかこう人的に注入しなきゃいけない場合はタグ付けを自ら行うことでまずそこの検索性をこう持たせることができると。はい、そう思います。はい、ありがとうございます。うんはいの 不適切発言行動検知っていうところで、一、まあ、対一のコミュニケーションなんで、まあ、誰も見てないようなケースが、まあ、こういったオンラインレッスン系では多いのかなというふうに、はい、あ,ありうるのかなと思っています。<laughs> その時ときにこういったものをこう、まあとの全レッスンを振り返って、ここがちょっと問題だったねっていうところを確認できたらすごくいいのかなと思ったんですけど、こういったのもどうでしょうか使い方としてはありうるのでしょうか そうですね不適切発言においては、スピーチとテキストでえ発言したデータがすべて記録されますので、その特定のワードを検索するようなイメージで、その発言ポイントを探して、後日、編集でそこをカットしたりということもできます。なるほどありががとうございいますす、えー、行,行動検知についてですが こちらはちょっと AI 的には少し難しい側面があるかもしれません。絶対検知、そのこのものは何なのかということは、えー、非常に精度高く検知することができるんですが、行動ですね、あの走っているだとか、えー、ぶつかっただとか、誰が見ても特徴的な行動は読めるんですが、人間の動きというと、解釈できないような動きもまれにありますね。 そういうところはさすがに AI でも難しいところはあるかもしれません。はい、なるほど。ありがとうございます。<laughs> まあ物体とかものとか、それが何なのかっていうところはすごく効率よくというか、精度高く出せる一方で、解釈が必要なところですう、ね、それが何を意味しているのか、はい、そこはちょっとまだワンステップ必要だということですかね。ねはい、ありがとうございます。で、あとはこう、まあちょっと英会話言語レッスンをちょっとイメージして書いたんですけど、自,自動字幕ですね。まあ、これも非常に あとの振り返りとかでは有効な機能かなというふうに思ってまして、これももちろん、スピーチ・ツテキストでできそうだというような感覚を得たんですけどこれはいかが、でしょうかはいあのこちらに関しても同様に、ですねえまあスピーチ・ツー・テキストはあのテキストデータをすべてダウンロードできますので、字幕を後でつけるという行為もだいぶ楽になります、うん。そして、このスピーチ・ツー・テキスト、もう一つ魅力的な機能がございまして、自動的な英語翻訳ができます。 なので、その英語で出力されたデータを、この映像の中に組み込んでいくだけで、えーまあ、英語でこのコンテンツを利用できると。はい、あの特にユーチューバーの方にとかの会話する機会があったんですが、はい、その彼の番組の日本語の映像に、英語の字幕をつけるかつけないかだけで、その視聴数がだいぶ跳ね上がるそうです。あなるるほどそしてもう一つあののがその最近の えー、そうですね、マニュアル類ですね、となると、ビデオマニュアルの存在というものもだいぶメジャーになってきてるんじゃないかなと思います。で当然の、日本人が作った日本語のビデオマニュアルですと日本語、日本人しか解釈ができないので、そのビデオに英語の字幕をつけてあげて、えーま、海外の方でも解釈できるようにするといったような行為、こういったことにもご利用いただけるんじゃないかなと思います。 なるほどありがとうございますすごく便利ですね。日本語で映像を撮ってしまって、はい、あとはもう格納してスマホで字幕をつけちゃうみたいなそういうところですねそうですねあいすあの。プロの翻訳業者さんに頼むとそれだけでも大きなコストはかかりうるところですからね。えー、あそうですね。確かにありがとうございます。で最後はコンテンツ分類というところで、まあ、先ほどちょっと冒頭の話ありましたが例えば、まあ、医療系の話をした時の講義の情報だけ集めてみたいであるとか。 地球の環境とか気候変動について,て時だけを見たいみたいな感じ、はい、特定のトピックに対してだけ抽出したいみたいなところが少し考えたんですい、これもあの手動でやられているよりも大きく役立つ、えー、機能が提供できるんじゃないかなと思います。例えばその映像のカテゴリーですね、えー、これがスポーツなのか、はい、スポーツの中でもサッカーなのか、野球なのか、ゴルフなのかという、あるいは戦争というキーワードで。はい 物事を探せたりあるいはサージェリー手術ですねなんかのカテゴリーも簡単に検知することができますので、はい、まあ今までその殺伐とデータが置かれたものをちょっと整理したいねという場合でもワサビエアは役に立つ製品かと思いますあ,ありがとうございますちなみにそれは単語として誰かが発話しているものももちろんそうだと思うんですけれども風景として例えばそういった 手術であれば、手術動画が映っているとか、はい、なんかそういったこう<ず>いろんなものも合わせて、そうですね、その毎秒毎秒つけられているタグの中に、はい、例えば手術の1時間のシーンであれば、その1時間の中のほとんどにサージェリーというタグが全部ついてきますので、うん。なるほどですね。ありがとうございます。いいですね。なんか もしかしたらその単語言ってないけど、この情報で関連度が非常に高いみたいなのあるかもしれないので、そういうのは非常に自動で結びつけられると効果的かなというふうにはい感じました。ありがとうございます。そうですね。はい。ちょっとじゃあ、9A 来てたので、もう一個ユースケーステーマがあるんですけど、一旦そこをちょっと簡単に触れたいと思います。えっ、ー、と。はい。 スカイウェイ側の録音・録画機能のところの話ですね。レコーディングサーバーについてですが、これは経由サーバーだと思うが、スカイウェイ側でデータは保持しないでしょうかはい、保持しません。スカイウェイ側では処理して、まあ、外部ストレージ、ワサビのような外部ストレージに対してデータを格納するというような処理になります。はい、よいしょ。 もう1あります、ね、ちょっとわさび側の質問かもしれませんけど、わさびのご説明の中で代表的なクラウドサービスと比べて約5分の1の価格とありましたが、スカイウェイと連携して使う場合も同じイメージでしょうかわ、はい、さびの価格においては容量しか課金しませんので、スカイウェイで発生するデータがいくらのどれぐらいの容量になるか、そこが、えー、見積もりのキーとなる情報となります、うん、<laughs> ありがとうございます。 そしてそうですね。あの、スカイウェイ側からわさその掃除ご利用いただく場合も、特段そこで別の、なんていうんですか、要近帯が、生じる、あの、適用されるとか、そういったことではないので、はい。先ほどの小沢さんのご説明の通り、5分の1程度の価格感というところでいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。はい。よし。じゃあ、最後1個、このユースケーステーマをちょっとお話しして、 最後かなといいう,うに思いますすつ目がクラウド監視で,す、はい、でこれはここでもちょっと図示しているんですけれども特定の人物を探すというようなところとかに使えるんじゃないかなというふうに思っています例えばまあ行方不明者がいてその人がまあどこかにいるだろうという前提と調査するときに使えたりとかするんじゃないかなというところですねで2つ目が不正チェックという形ですね 今オンラインでの試験とかも昨今増えてきてますけれども、まあ、その実、ちゃんと適正に受けてるかっていうところがすごく関心事というか重要なところになってくるかなと思います。でそこで、まあ、オンライン試験の受講者の挙動を見て、えー、この人がちょっと不正してる恐れがありそうだっていうものであればちょっと注力し注視して、えー、その試験の流れの動画を見て、えー、不正の有無を確認するとか,なんかそういったとことをちょっと想像してみました。 これについて、ちょっと具体的な使い方であるとか、ちょっと類似した話とかがあれば伺いたいなと思いますが、いかがでしょうか。はい、え、この本題に入る前に、わさびの特性について紹介します。はい、この映像検知というものに関しては、大きく二つの方向性があります。一つ目が、例えば、過去十年分の膨大なデータの中から、特定のものを探す。というものか。あるいは今、今たった今起きたものを検知して、それを可視化するか。の二つがあります。 ワサビが得意なのは前者の方です。過去のその膨大なアーカイブデータから目的を探すというところに長けています。それを前提にお話をしますと、まず左手の方ですねに関しましては、ワサビはあのおそらくあの素晴らしい提案ができるのではないかと思います。特にこれらのその行方不明者の捜索だったりとかその履歴なんかをですね探すにおいては、やはり過去の膨大なアーカイブ にに代表されるるようなな使いい方になると思います、えー、とアメリカの方でこのようなユースケースがあります。最近、あの警察官だったりとか、車に搭載されている、えー、そのウェアラブルカメラだったり、車載カメラですね。こちらの方で、えー、犯人との何でしょう取り調べだったりとか、職務質問ですね、はい、なんかを行ったデータをすべて統合しておいて、そしてこの A さんが犯罪を犯したときに、過去の、えー なんでしょう100日分のデータの中から A さんがどこでどんな発言をしていたかというものを瞬時に探すことができるというサービスですね。これが実際に採用された事例となります。今後、ますますカメラというものは小型化したり、あるいは日本の防犯組織においても監視カメラだったり、ウェアラブルカメラというものがだんだん普及していくことになるでしょう。そこで発生する膨大なデータのの中から特定の人物 を探すというものは非常に長けております。一方で右手の方ですね。例えばの試験のビデオを撮っておいて不正があったかチェックする。わさびはその不正した瞬間というものを見つけられません。その過去のデータその新しいデータはあの六時間おきなどにそのクローリングしながらデータのタグ付けを行っていくため、はい、今この人がカンニングしてるぜ本を開いている、はい、携帯をだ取り出している。 といったところを瞬時に見つけることができません。ゆえにですね、もしこのような利用ケースがあるのであれば、まあ幾ばくかの役には立てるかと思いますが、お客様の目的に合致していないケースもあるかと思いますので、ま次度ご相談いただくことになるかなと思っております。あ、なるほどありがとうございます。そうですね、ま左のケースで言うと結構長い時間のデータが必要だし、リアルタイム性がそこまであるケースではないので、ま非常にこう向いているというか。 行くなっていくかなというふうにはい、はい、感じました。右のケースはそうですね。今まさにやっているところを捉えたいって話でいうとやっぱり格納してそれを処理するっていう話なので、や6時間とかのお話がありましたが、一定期間後に今ま,まとめてこう処理するみたいなそんな使われ方だったらちょっと適するかもと。そうですね。理解しました。ね、ありがとうございます。またあれですよね。まあ何を持って不正とするかみたいなところの。 定義付けというか、まあ、この回で言うと、まあ、本があれば不定だろうという、ちょっと安直なケースというか、分かりやすいですって話します。ちょっと印象はしてますけど、まあ、そこもちょっとあるのかなという感じですかね。うんうん、ありがとうございます,す。カンニングしようとする人は当然見つからないように、はい、<laughs> やると思いますので、不思議な動きをしているというものを検知するのはちょっと難しいかもしれません。ああ、そうですね。はい。 具体的に何かが見えているとか、まあそこまで明確じゃないと検知しづらいっていうことですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。はいはいでははいありがとうございました。この三つのケースでお話しさせていただきましたが、まあいろんなことがまあ可能性としてできるようなそんな機能になっているというふうに思いますので、まあ具体的にこうやりたいああいうのをやってみたいってことがあれば個別にちょっとまた別途ご相談いただくなり。 検討していくっていうところが今後、重要なのかなというふうに思って思いました。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい。我々のこのウェビナーの本編としては以上とさせていただきます。はい。